めっちゃ言ったね。Thank you.
シュッみたいな、なんか私が思ってた飛び方と違って予想外すぎてびっくりしました。海の上を立ってたね。そう、走ってた、本当に海の上を走ったような感じで飛んでいて、すごく速かったし、で自分が取れたと思ったらやっぱりちょっと距離感分かってないので、うん、その空振りとかしたりしてすごい悔しかった。まあ、目標3匹って言ってたんですが、ちょっと残念ながら私は1匹しか取れなかったので、次回は3匹目指したいです。なんか最初地元の方が一緒にこう持ってくれて、こう一緒に救ってくれたの。ずるっ。それで私はコツを掴んで、ちょっと多分5匹ぐらい釣れたんじゃないかな。ずるくないですか。本当にね、途中からね楽しくてね、もう夢中よ。それでね、こちら名誉の負傷でございます。とにかく楽しい。楽しい。あと、もう夢中です。怪我とかもう気づかないです。もう楽しくて楽しくてしょうがない。そこにプラスして、あの時間が時間なので、星空、夜空がすっごく綺麗に見えて、もう言葉にならなく、みんな同じ方向のを見て、もう、ね、はぁーってなってるのが、すっごい、エンターテインメントでした。普段こんな綺麗な世界に住んでるんだってびっくりしました。なんか綺麗な景色とかって教科書の中とか本の中の世界だったので、それを目の当たりにして、すごくぜひ見てほしい。なんかやっぱりもう画面とかもそんなんじゃなくて、自分の目で見て感じてほしいなと思います。ぜひお越しください、はい。飛んでました。食べ物が綺麗に刺身と、あと塩焼き、塩焼きになって美味しそうです。なんか自分が取った魚食べるの私初めて。私もかも。いただきます。いただきます。どうしよう。では私は塩から。どうぞ。いきましょう。あ、すごい。いただきます。うん、どうですか。すごい塩がしっかりついてて、身がホクホクです。ホクホク。トビウオって食べたことある？初めてです。私も分かんない。すごくなんか身がこう柔らかい、ホクホクって感じ、詰まってる感じ。じゃあ私お刺身いただきます、うん、このままいただきます。うん、ほんと美味しい。臭みがなくてなんか柔らかい。刺身で、なんかもうちょっとなんだろう、学んでないんだ。え、さっぱりしてるし、美味しい。